新世界の軍ポコイフロンダスパークです。ということでね、今ダゲジーがね、お風呂入ってるんですけども、ダゲジーにドッキリを仕掛けようと思ってて、今からね撮る動画が、俺とトシキとスパークとダゲジー、この4人で次どこに旅行行くかっていう動画を撮るんですけど、ダゲジーが行きたいって言った場所を全員否定したらどういう反応するのかドッキリということで、早速やっていきましょう。新世界の軍ポコイフロンダ、こんにちは、スパークです。ありがとうございます、ダゲジーです。ということで今回は僕ら3人、トシキいないんですけど、次行く旅行先をちょっと3人で決めていきたいなと思います。トシキは旅行行くよね。でもトシキは行くと思う、多分思う、まだ言ってないけど。ああ、確かに。じゃあとりあえず希望の旅行先を一人一人言っていこうかなっていう。あ、でそこで会議して、決まったところに行こうかなっていうことで、じゃあまず、じゃあ俺から言っても面白くないから、スパークから行くか。俺はね、俺ロサンゼルス行きたいね。ロサンゼルス行きたい。ロサンゼルス、あ、はいはいはい、グラセフのさ、モデルの舞台だからさ。あ、そうね、そう、行きたい。ダウンタウンとか。そう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 、そこらへん。なるほど、ロサンゼルス。どう、ロサンゼルス、北海道。いやいや違う、ロサンゼルス。どうロサンゼルス、いや、ロサンゼルス、アメリカ。そう、あ、アメリカ行ってみたいな。ありだけど金めっちゃかかるよ。100は必要じゃない。あ、そんなかかる。いやいや違う、なんかあっちで遊ぶとか考えた時に、確かにその金かかるけど。あ、確かに100はきついな、さすがに。100なくてもいけるけど、100あったら余裕かなっていう。グアムぐらいだったらさ、いけるかな。あ、グアムは余裕でいけると思う。グアム行ったらめっちゃ面白そうだけどね。え、普通にありだな。ね、ありだよね。普通にグアムはめっちゃあり。いいか、じゃあとりあえず次ダゲジ。俺は北海道。北海道寒くね？普通になしでしょ。けど雪に埋もれてみたい。いや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 、寒くない？いや寒いよ、そんな当たり前や。北海道きついきついきつい。なんもないし、これ怒られるか、やべ。北海道ちょっとないわ。ええー。書いてほしい、なんか。動画的にもあんま良くない。ええー、面白いでしょ。いや、北海道はだって今真冬で大雪だから。それがいいんじゃないの？いやいや、寒いし、だからもうあんま良くないから動画的に。さすがになし。ちょっとカットするわ、これ。あーいやだってもう無理だもん。ちょっとさすがにちょっとキモいっていうか。いやどこだよ、インド。いやー、インド治安悪いから。ほら見ろよ、なんでもじゃねえ。普通になしだ。なんかさ、お前まとまってたな。もうちょいなんかいい感じの。ハワイ。ハワイ、なんで絶対全部文句言うやん。いやいやいや違う、なんかセンスないんだもん、なんか。ロサンゼルス言われちゃったし。あー、まあそうだけど、ハワイだってグアムでいいじゃん。確かに。さっき出たグアムでもいいなって思うけど。なんでハワイ出したの？いや、ないもん。なんか被ってんだよね、さっきの路線と。なんかもっと違うところをさ、こういろんなところで会議したいから。会議だから、これ。でもインドって言ったじゃん。本当に行きたいの、お前？いや、行きたくないよ。終わってるよ。本末転倒なんだけど。韓国どうじゃ。韓国ね、これは普通に行きたい。マジで韓国大雪だからな。マジで。韓国も北の方だから寒いのよ。だからもう11月ぐらいからもうマイナスっていうか0度とかこういってるから、韓国がちょっとね、なしだね。ああ、もうちょっとなんかセンスある場所。撮影時間が伸びるだけだからちょっと頼むわ。いや、俺割かし言ってるよ。いや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 、ちょっと結構センスない。国内でもいいんだって。沖縄。いや、今真冬だから沖縄行っても。おい、じゃあどこかんだよ、お前。だって、いや、沖縄行ってもなんか微妙じゃない？なんか夏に沖縄行って海入ったみたいのが撮りたいじゃん、普通は。それができないのよ、今冬だから。でも、なくね？なんかもちろん頭柔らかくできない。いや、割かし言った方だけどな。オーストラリア。オーストラリアか。え、それいつに行く予定なの？え、それいつに行く予定なの？逆に、まあ、みんなの予定が合い次第だから、多分トシキとか2ヶ月ぐらい前に言わないと多分無理でしょ。だからで、オーストラリアとかだったら、まあビザとか取ったりとか、まあいろいろやんなきゃいけないから、まあ2月か3月になるじゃん。で、オーストラリアって4月ぐらいになると山火事が起きるんよ。ああ、毎年毎年。そう、それで死んだらあれだもんね。そう、それもそうだし、怖いから、時期的にオーストラリア来てかも。場所的にはいいけど。とはちょっと、別ので。結構カットするから。別ので。東京。今行く？ハッシングでしょ。今行くじゃん。今から。全然行けるんだよね。全然行けちゃうんだけど。これは使うか。これ使うかじゃあ。いいの？動画的にいいの？別にいいよ。いや、ダメでしょ。完全にダメでしょ。アウトだけど、俺。絶対ダメでしょ。お前顔出してないからまだセーフ。普通にアウトだ。じゃあどこがある、逆に。まあ、じゃあ俺先出す？じゃあ。いいよ。順番変えるか。俺ね、
シンプルに行きたいとこ、どこだろう、イタリア。イタリアありかも、うん、ヨーロッパ系はほら、YouTuber でも行ってる人少ないから。あそうそうそう、美人多いしね。そう、美人も多いし、映えるから料理も美味しいし、でお前が食えない肉とかっていうよりかはもうなんかあのパスタとかもあるしピザもあるし、みんなのことを考えても食的にも大丈夫っていう。お金どんくらいかかんの？お金も多分普通に40万ぐらいあればいけんじゃない？全然いけるね。うん、でも なんか言い出してよ、だから早く。いや、分かってる今この状況。分かってる今、そうだった、絶賛これだから今、うん、九州、九州、九州、福岡とかってこと？うん、かヤンキー多いしな。まあ、ヤンキーも多いね。あとあれいいのかな、福岡で。あの福岡の有名なものって豚骨ラーメンとかだけど。マジ？うん、で福岡行ったら俺らはみんなで豚骨ラーメン食べることになるよ。あ、え、なんで？だって有名って言ったらやっぱ豚骨ラーメンじゃん、あご飯が。でやっぱ福岡行ったら豚骨ラーメン食べてくださいって多分視聴者からコメント来るから、うん、行かざるを得なくなって、でダゲジだけじゃ豚骨ラーメン食べれませんみたいな。ちょっとなんか恥ずかしいじゃん。恥ずかしいっていうか、なんか絵的にもなんか微妙じゃない？はぶられるし、そうはぶられるし、いじめられてるみたいで。中国、もう何でも文句言えばいいと思ってるの。いやいや、文句言うじゃん。普通にさ、普通に言ってる。イタリアはありでしょ。じゃあ一人用でいいよ、もう俺のはもうダメだ。諦めるの？絶対ダメって言われる。いや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 、あればいいんだよ。で中国行きたいと思ってないじゃん。だってお前、いやだって適当に出してんだもん。それが分かるから嫌なんだよ。普通にアメリカでいいだろう。じゃあアメリカ、いやなしでしょ。イギリス。イギリスって知ってる？知ってるよ。え、じゃあイギリスで何すんの？なんだっけ、だからないんだってもうない。だね、イギリスで世界一料理が美味しくないって言われてんだよ。マジ？そう。あ、逆に世界一危険な国に行ってみたのかは。あ、世界一危険な国？それはいけなくね、撮影できない。危険な国どこだろう。あれだよね、中東の方とか。あやばそうだよね。やばそう。でもガチで処されるかもしれない。だから。それはちょっと命かけすぎじゃね？物理的に下打ちされちゃうと思う。ガチで。アメリカでいいよ、もうロサンゼルスで。じゃあいいの？いいよ。自分の意見ないの？ない。どこでもいいんだ。もうどこでもいいよ。じゃあロサンゼルスなしじゃね。まあさすがにせこいよな。納得しないと思うこれ。2人が候補決めて、なんか俺らだけでなんかダゲージ省いてるみたいな感じの映像に見えてすごい嫌じゃね。何でも否定するじゃん。いや否定じゃないよ、だってなんか省いてる感じなのが嫌なの。意見出してるだけだから。そうそうそう、韓国でいいじゃん。だから韓国、韓国何があんだっけ。いや韓国いいじゃん、なんか雰囲気ってこと。そうそうそう、おしゃれだし。あ普通に韓国ってよくね。韓国ね、いやセンスがないっていうか。はい、そうだね。それはもうわけがわからん。え、韓国の、まあ、ちょっとあんま好きじゃない部分があって、俺韓国行ったことあるんだけど、韓国って人がその何、例えば俺らがご飯屋さん行くじゃん、その前のお客さんが残した食べ残しを次の人にも提供していいっていうルールがあるのね、韓国って。ちょっと気持ち悪くない？いけないでしょ。うん、動画すら撮れないと思う、それは。衛生的な問題できつくない？いける？お前人が食ったもんよ、誰が食ったか分からんよ。いや俺はいけるよ、結構マジで。俺でも食えん、それは。ないよ、もう行きたいとこは。そんなん被ってるよ、枠のとこで。本当はロサンゼルスが良かったと。そう、先に言われちゃったってこと、うん、じゃあロサンゼルスに行って何したい？ロサンゼルス行って、まあアメリカ銃あるもんな。いやもうなんか自分で否定してる。それが嫌だ。自分で否定し始めたけど。だからやっぱイタリアだね。イタリアンパスタとかうまいし。あー、イタリアになったんだ。そう、本場の味を楽しめたらイタリアでいいよ。どっちかによってんのはお前、どっちがいいんだよ。イタリア、イタリア、イタリア。いやー、美味しすぎてもって感じ。確かにね。イタリアちょっときついよね。高そう。高いと思う。旅費とかもやばいと思う。じゃあなんでフォーカイフのイタリアって言ったんで。俺イタリアって言ってないよ。え、なんて言った？俺フランス。嘘つくな。え、マジマジ。いや、ほんとじゃん。え、じゃあフランスで。いや、フランスはちょっときつい。まあ、フランス。フランスはちょっと。フランスだって何すんのよ、フランスで。いじる企画ですか？ダゲジーが言う場所全部全否定してみたっていう。なんだそれ。いつ
ジ考えたね、そんな。いや、LINE で。キモすぎ。来るときにね。そう、来るときに LINE で、ダゲジンが言ったやつ全部否定するっていうドッキリです。あー、もうアメリカの時点でちょっと察したわ。早すぎだろ、早いよ。OK 、ありがとう。何これ。